皆さんこんにちは、水越美里です。今日はですね、なんとロフトさん貸し切り企画ということで銀座ロフトさんにお邪魔しています。バレンタインモードですごくねワクワクしているんですけど、私はちょっとコスメを買っていきたいと思うので早速行きたいと思います。それでは行きましょう。なんか朝の今貸し切りさせてもらってるんですけど、この下にご飯食べれるとこがあって、めっちゃカレーの匂いがしてます。今仕込んでるらしくてお腹空いてきた。めっちゃいい、ね、ではでは行きます。私最近シートマスクをいっぱい試そうっていうマインドなので、シートマスクを絶対買ってこようと思ったんですけど、これを買います。リピ買いです。これはつるんと滑らかな肌に十分で、うわーまやちょっと待って、ガラクトミセス、あでも最近はあんまり欲張ってはいけないので肌が荒れちゃうので、この青色、肌に十分な潤いを与えますっていう方を買います。なんか紫も出てきちゃった紫にします、ごめんなさい、ごめんなさい、両方で買えよって感じなんだけど、家がいっぱいになっちゃうからこれで一旦。これで今ちょっと気になったのはこれかな、このビープレンっていうブランド、なんか友達がすごい好きって言ってて、これもちょっと使ってみます。本当にね品揃えが多すぎて、リアルにここのロフト来た時は1時間か2時間ぐらいはだいたい滞在してるかも。アンドビーのスポンジがちょっと足りなくなってきたのでこれ買います。ブラックスポンジ、やっぱこれねいいですね。あウォン先生のブランドすごい、やっぱめっちゃ取り上げられてる。なんかこれマスカラ人気すぎてないって聞いてたけどめっちゃありますよ。あ下地がないんだ、こっちが人気、まあ、タイミングかなもあるかもしれないですけど、そうなんだ。でも私は地味にこのパウダーが結構お気に入りかも。これおすすめ。あサラさんがいる、初めて見たかもこの店舗で見るのは。すごい、いやさすが、しかももうないしこれとか。ちょっとまたアンドビーですけど、ニューメタリックレッド、どんな色だろう、ちょっと見えないかな見えなさそうですけど、目の下とか引いたらいい感じな気がする。これも使ってみます。てかさっきのアイシャドウと合わせてもめちゃめちゃいい感じになりそう。あこれもフーミーのコンシーラー、私これがすごい好きなんですけど、このピンク色が発売されてて、で前買おうと思って売り切れてなかったんですよ。買ってみますこんなに色あったんだ、私多分ここまででちょっと記憶が止まってたかもしれない。あ、可愛いし、あ、これ買ってみよう。バーグッド9番です。あかりんもいる。 B アイドルはでもリニューアルするみたいですね。結構パッケとかもガラッと大人っぽい感じになってたのでそれも楽しみです。これどこの、あワンデータトゥーのリップスクラブ、リップスクラブ好きなんですよね。黄色でこの D アップのつけまつげ一本ダイブあるの、結構これわざわざ9点でこの間買ったんですよ、別のブランドなんですけど。そういうのってやっぱ韓国メイクから来てるので韓国のブランドしかないのかなと思ってたんだけど、リアップさんから出てますね。ちょっとこれ買ってみようかな。これが一番自然そうじゃないですか。これちょっと使ってみようかな。ついでにノリもないのでノリも一緒に買っておきます。あ、アリちゃん、アリちゃんも出てきましたね。あ、でもこのマスカラもめっちゃ人気で買えないって言ってたけど、ロフトの銀座にはありますよ。皆さん品揃えがいいです、とっても。あ、シカちゃん、シカちゃん発見なんかみんなを発見する旅みたいになってるけど、シカちゃんいました。しかもシカちゃんのやつも結構ない。スカイハイマスカラのなんか新色、あこれのブラウンがね出るって聞いてたんですけど、出たのかな、でもまだないからもうすぐなのかな。でもどっちみちブラックももうなかった。なんとも言えない可愛さじゃないですか。ハケが可愛いんだよな。あ、可愛いな。イエベハルにしてみようかな。で、ちなみにこの隣にあるアイシャドウもすっごい可愛い。最近ちょっとこうマットな薄いシャドウにハマっていて、なんかイエベハルはこれってなってるけど、結構これが可愛い気がしてます。ちょっとじゃあブルベナツさんにしてみよう、これは。あ、最後猫だった。ゲット。え、これは知ってらない、キャンメイクのマホガニーモカ、これは使ってみよう。
あ、すいません、これ感想さんっていう下地がやたらと視聴者さんのコメントでこれを使ってみてほしいってくるので、ちょっとこれも使ってみます。なんかね、いいらしいんですよ。ダーマアドバンストリフトっていうクリーム、これ割と新しいと思うんですけど、気になってて、結構ね値段がするんですよね。うわ、ちょっと買ってみようかな。でもこれね、ずっと気になってました。なんかいろんなインフルエンサーさんが載せてたっていうのと、ちょっとこうね、こうちょっとリフトアップ系のクリームなのかなと思って気になっておりました。これ私普段があのスウォッチオフするときとかに使ってるクレンジングなんですけど、こんなに大きいのあるの知らなかった。ちょっとこれは普通にストックとして買います。実は今の見たのはコスメなので、ケア系、ボディケアとかまだ全然ここら辺にあって、これは買おうと思ってたやつだ。巻く時の前に使うやつ、これを買ってみます。てか使ったことあるんですけど、買います。マスク、ベージックっていうブランド、私は使ってたんですけど、香りがね結構良くて、シートマスク出てるんだ。ちょっとこれも使ってみます。意外となんかもういいかもとか言ってフラフラしてると、どんどんカゴに入れちゃいますよね。はい、ということで帰ってきました。買い物シーンいかがでしたでしょうか。で、早速メイクを落としてレビューをねしていこうと思うんですけど、パック今全部は使えないんですけど、とりあえず今からこの1個使ってみます。てるてるの CLA リッチマスク。イメージ本当にこんな感じで、ピンセットもついてて VT のパックと同じような形状をしています。たくさんね種類があったんですけど、コラーゲンリフティングアンプルマスクっていうタイプで、シートの薄さとかも VT とかとなんかちょっと似てますね。今化粧水だけ下上にこれ使ってます。染み込んでる美容液は VT よりも少しとろみ系かなっていう使用感です。箱の裏の全成分表記を見ると、結構なんかなんちゃらかんちゃらヒアルロン酸みたいなのがたくさん入ってたりとか、グリチェルリチン酸ジカリウム、炎症抑えるやつですね、あとアラントイン、これも炎症抑えるやつとかも入っているようでした。10分このまま放置します。で、待ってる間にちょっと公式サイトを見ていたんですけど、どうやらこんだけ種類があったようです。中でもこの私が使ってる紫のやつは保湿感がかなり高いもので、潤いもあるし、コラーゲンが入ってることでこうハリツヤだったりとかを出したいっていう人に向いてるようでした。で、もう一個迷ってた NMF っていう方、あちらの方がアミノ酸だったりとかセラミドだったりとかも入っていて、さらに潤いなのかなっていうのをなんとなく思いますね。待ってる間にもう一つ、こちらビオデルマのサンシビオ H2O ディープッシュポンプってやつ、こんな感じですごいベコベコなんですけど、これもともと使ってるやつのめっちゃ大容量があったので買いました。普通が500なんだけど、こっち 850ml ですね。ちょっとね軽く落としたい時とかに、これポンプでこう片手でこうやってやらなくても出てくるので、すっごく使いやすいんですよ。で、昔青色の方を使ってたんですけど、ちょっと香りが強くて、こっちのピンクの方が匂いがなくてよかったです。おまけみたいなのでこういうキットがついてて、どうやらコットンパッドっていうの、捨てずに洗って使えるタオルのようなものがついていました。ちょっとお得感ですかね。私みたいにめちゃくちゃこう頻繁に使う方は大きいの便利ですよね。まあ、これはリピ買いです。リピ買いで言うとこれもですね、アンドビーのブラックスポンジ、もう本当にねやっぱ便利なんですよね。使いやすいので、家に多分これ3個目かなということで、まあ、使っていきますこれも。で、リピ買いで言うとこれも VT のシカパック、黄色も使ってるんだけど、すごい好きで、レビューした動画があると思うのでリンクを貼っておきます。お気に入りです。リピ買いで言うとこれもですね、リファのロックオイル、本当はこれ髪巻く前に使うやつで、使用しておくとちょっとカールが固定されるような、落ちにくくなるんだけど、まあ、上からちょっと使ってみます。今日巻いちゃったので。で、オイルと言いつつもですね、全然そんなに重たくなくて、割とサラッと系のオイルです。若干青リンゴみたいな感じの香りがします。こんな感じで、そんなになんかこれを使ってで、あのツヤとかも出るんですけど、ツヤを出させるというよりかは固定みたいな感じで使えますかね。でもちょっとこうまとまりが髪にも出てくるので、毛先がこうパサッとしがちな方でも使いやすいかなと思います。これもねレビューした動画あるのでちょっと貼っときますね。まあ、リピ買いです。このシートマスク2つ、ビープレンのシートマスク、シカフルマスクと、ベージックのルミナスハイドレーディングシートマスク、これは今日ちょっと使えないので、また使った時にこう使い切りレビューとかで入れたいと思います。ということで、そろそろ10分経ちましたかね。剥がします。こ
VT のパックと似てるって言ったんですけど、やっぱこっちの方がちょっとですね、美容液自体にとろみがあるし、しっとり感が結構強いものになっています。だから逆にこうさっぱりさせたいんだったら VT の方がいいと思うし、しっかり保湿感みたいなのを感じたかったらこっちの方がいいかなっていう感覚です今のところ。わかります？かなりなんかもっちりした感じになるんですよ。ただまあちょっとね、1回だけ使って、あと今このタイミングで何とも言えないので、またさっきのパックと一緒にどこかでレビューしたいと思います。はい、で次が高いけど買っちゃえって買ったオバジのダーマアドバンスドリフト。まあそもそもオバジから発売されたクリームっていうだけで私的に結構信頼感があるというか、オバジの美容液大好きなのでそれだけでも気になってはいたんですけど、肌の緩み、ベースラインがちょっとこうもたっとしたりとかっていうのをピンと張りのあふれる肌にアプローチしてくれるっていうクリームらしいんですよ。でも正直クリームだけでそんなんになったら美容色とかもいらないじゃんってなっちゃうじゃないですか。どこまでその効果があるんだろうっていうのを思って気になってたんですね。で正直やっぱこの1回だけだと何とも言えないと思うんですけど、でも一旦ちょっと使ってみようと思います。スパチュラがついていて結構ですね高いんですけど、大きめのサイズ 50g 入ってます。テクスチャーは結構ですねこっくりしてます。そんなにゆるっとしてないクリームですね。香りはちょっと強め、お花系かな。でこれをまずいわゆる5点置きをするようです。であんまりこすってはいけないとは思いつつ、効果的な使い方が書いてあるのでやってみます。まず一旦これをちょっと馴染ませる。手のひらにこうやってから馴染ませてもいいかも。結構ね、さっきのパックが重かったのもあるけど、このクリーム自体もかなりしっとり感は強いです。顎からこめかみに向かってフェイスラインを下から上に優しくです、優しくやってます。この状態でキープ。こっちの方がたるんでるんですよ私。たるんでるっていうか頬骨が出てるのでたるんでるように見えちゃうんですけど、こっち側が数秒キープ。どうです？さすがに1回とかじゃすごい優しくやってます今やっぱ1回じゃなんどうかな、どうなんだろう。ちょっともうちょっとこの今手にクリームをのせたのでさらにこうしてみます。おー、でもなんかちょっといい感じな気はする。劇的ではないけどさすがにいい感じな気はします。やっぱり今日だけだと何ともなので、また使ってこれもレビューしますね。ということでちょっとメイクアイテムの方に入っていくんですが、こちら乾燥さんの下地。これやたらとね皆さんにおすすめされ、やたらとっていう言い方したあれですね、おすすめしてもらったので買ってきました。化粧水、美容液、乳液、クリーム、 UV カット、化粧下地、これ1本で OK っていうものなんですけど、まあ、正直に私はスキンケアは別でやりたいのでそこに関しては求めていないんですが、一応そういう効果があって SPF37PA3+ なのでめっちゃ高いわけじゃないんですけど、紫外線カット効果も入ってます。で石鹸オフできるのと、アミノ酸とかセラミドとかナイアシアミドとか美容成分も入っております。入ってる成分とか違うと思うんですけど、イソフラボンの下地とかと近いのかなって思いました。テクスチャーはこんな感じで、結構みずみずしいですね。ちょっとトーンアップ系かなと思ったりしたんですけど、何の邪魔もしないような質感、使いやすそうです。結局そういう下地がね手に取りやすかったりしますもんね。ということでちょっと塗っていきたいと思います。こんな感じです。すっごい馴染みやすい。みずみずしいんですけど、少しこう広げていくと肌に吸い付いていくような割としっとり系のやっぱりテクスチャーです。香りは無臭です。でものすごく塗るとツヤっぽくなる、ツルンとはするんですけど、カバー力はほとんどないです。何も塗っても変わらないような、本当になので肌にしっとりした感じとツヤを足してくれるような下地になっています。ベースメイクで厚塗り感を出したくない方とか、あとファンデーションも重ねていくと思うので素肌っぽい仕上げ方したい方には向いてる下地だと思います。あと白浮きとかが全くないので本当にいろんな方が使いやすい気がする。今のところ結構ね好きな条件を満たしてる下地です私的には。イソフラボンのやつとか若干ですけど白っぽくなるんですよ顔が。けどこういう塗っても塗らなくても変わんない下地みたいなのって本当にもういろんなのに合わせやすいから使うんですよねよく。でデパコスに多かったんだけど意外とプチプラで出てきてくれて良いんじゃないですか。こんな感じです。カバー力としてはまあないけど、まあ、それがいいみたいなところは結構あるかも。そしてしっとりしてます。クリームがちょっと重ためだったのもあるんですけど、割とこうもっちり系の仕上がり、サラサラはしないですね。ほんと冬に良さそう。ちょっとついでに一緒にファンデーションも塗ってみます。これ今レブロンで今回買ったやつではないんですけど家にあったものです。
そうですね、やっぱりこのファンでしかまだ合わせられていないのでわからないけど、本当にファンで選ばなさそうです。今のとここれもめちゃくちゃ合うし、もろもろするのはスキンケアとの相性もあるのであれなんですけど、今のところ全くそのもろもろもないです。はい、塗れました。ファンデがいいっていうのもあるけど、サラサラしすぎて密着しないっていうことがなくて、やっぱり下地でしっとりした状態作っておけるので、ちゃんとファンデが乗ってくれるような感覚がありました。ちょっと他のファンデにも合わせてまた使っていきたいと思う下地ですね。今のとこめっちゃいい感じです。はい、そしてこちらフーミーのキニシーラーライトピンク、やっとこれ買えました。ほんと銀座のねロフトさんめっちゃ、あ、これも売ってるっていうものが多くて嬉しかったですね。ピンク色のコンシーラーとベージュのコンシーラーが一緒になっていて、テクスチャー的にピンクの方がちょっとしっとり、ベージュの方がサラッとしていました。人によると思うんですけど、結構ですねクマにオレンジ使うとベージュで上から補正するのがまた大変で、ピンク色くらいを使うのが肌に合うなと思ってて、そこからすごくピンクのコンシーラーが好きなんですけど、ちょっと使っていきます。でもしっかり結構ねピンクなので塗ったのも結構わかりますね。うん、やっぱりめっちゃ馴染む。一応白っぽい方ベージュっぽい方も使ってみると、ちょっとねこの白っぽいベージュは明るいので、割とこのライトピンク自体は肌明るめの方に向いてるカラーだと思います。でも私くらいでも全然使えるんですけど、お、いいじゃないですか。やっぱり使いやすい。でついでにこの小鼻の赤みとかもピンク色だと隠れないかなと思って白っぽい方を塗ってみてるんですけど、やっぱイエローほどは隠れないけど少しこうカバーしてくれるので、あのクマだけじゃなくいろんな部分に使えると思います。この辺のくすみ感だったりとかも隠すの結構良さそう。テクスチャーがピンク色の部分の方がしっとりしてるので、そちらの方が私だと肌に馴染ませやすく思います。いい感じです。赤み隠したい方とかにはあんまり向いてないかもだけど、ナチュラルにクマをカバーしたい、くすみをカバーしたいっていう方にすごくおすすめです。はい、それではこちらジューシーのニューヌードスキンカラーパレット12番モモムース、出してみるとこんな感じでローズっぽさのあるヌーディーなピンク系になってます。まずここから少しですねグレージュがかっているので塗ってみるとくすみっぽい感じがあります。なのでもうちょっとこの辺しっかり入れてもいいか。こちらの方がちょっとそうですね血色感が足されます。こんな感じです。ラメ部分も上からちょっと足してみようかなと思います。こんな感じです。結構キラキラで意外とですね飛ばないです。密着力があるラメですね。下まぶたはここだけでいってみます。はい、仕上がるとこんな感じになっています。ちょっとこの目尻は締めのブラウンでシュッと描いたんですけど、店頭で見た時は結構くすみ感はあるんだけど血色感も割とある感じのローズピンクだと思っていて、でも使ってみると思ってたよりもくすみが結構強かったです。グレージュっぽい感じが強かったっていうんですかね。こう色としてはトーンがすごく落ち着いていて、ちょっとクールトーンな感じがあったので、やっぱりそう思うとくすみっぽい感じのカラーが得意な方の方が似合うかなと思いました。でもなんか落ち着いた感じの雰囲気が出るのですごく可愛いです。でもう一個キャンメイクのシルキースフレアイズ M の5番、やっぱりこれね使ったことがなくて、で色がすごく可愛かったので今回見つけられてよかったなと思うんですけど、テラコッタっぽい感じとピンクっぽい感じが混ざった色をしています。使っていくんですけどちょっと色薄い感じにしたいので、まあ、これを使います。で全体に塗っていきます。ソフトマットでサラッとしすぎていないしっとりしたマットです。あまりぼかさずにちょっとラインっぽく入れていきます。下まぶたはラメとちょっとこの辺に先に使っておいて、少しねこのラメピンクがかっています。さっきアイホールに塗った薄い色を足していきます。はい、こんな感じです。淡めで仕上げたんですけど、それでも結構目元にちょっと色がついて影っぽくもなってくれてメイクした感じで出てきます。やっぱ比較するとねこちらの方が色っていう感じではなくてちょっとくすんでグレーっぽい感じわかりますよね。こちらの方がまあ血色感が出ているような仕上がりです。ちょっとやっぱ私が使うと若干、まあ、ピンク要素もありながら、まあ、コーラルっぽい感じのカラーですかねになっています。はい、そしてこちら&Bのペンシルライナーのメタリックレッド、クリアシ式になっていてこんな感じでちょっと茶色がかっているけどかなり赤みの強いカラーになっています。でメタリックって名前についている通りほんの少しこうパール感がわかるんですけど、そんなにあのギラッとなるわけではないです。目元キャンメイクにちょっと両方変えてみたんですけど、ちょっとこのアイラインのなぞるようにして描いてみます。
可愛い色ですね。若干赤強いかなっていう気はしてるんですけど、こう粘膜色として使うにはっていう意味なんですけど、あ、でも全然そんなことないかも。可愛くないですか？ちょっとだけ強調できます。こういう血色感のあるメイクするときに多分使いやすくて、まあ、オレンジ系とかちょっとコーラル系とか、まあ、バーガンディとかレッドブラウンみたいなときすごい合いそうです。でブラウン要素はそんなになくて、やっぱりレッドって感じなんですけど、明るい赤じゃなくてちょっと暗さがあるので、そんなに目元から浮く感じもしないです。はい、こんな感じです。可愛いですね、とっても。はい、そしてこれ楽しみにしていました、 D アップのつけまつげ、一本一本バラ売りタイプが出ていて、しかもよく見ると、あ、これ今くしゃってやっちゃったんですけど、ミリ数もバラバラでついてるんですよ。さっき軽く目に当ててみたところ、10ミリでも割と自分のまつげとそんなに長さが変わらないくらいだったので、11ミリのちょっと長いのをつけてみます。ちなみに見えますかね、1本はだいたいこんな感じになっていて、単純な束じゃなくって何本かをこう組み合わさってできているので、結構自然な感じなのかなとは思ってます。ちょっとじゃあつけてみますね。下からキュッてつけるらしいです。ついたんですけど、もう自然すぎてわからない。もうちょっとつけてみます。小分けです。ちょっと長いの、これ超自然ですだし、意外とつけやすい。はい、こんな感じで今片側3束ずつですね、こちらもこの辺につけているんですけど、めっちゃ自然ですよね。よく見るとこう根元プツプツとなってるところついてるのがわかると思うんですけど、超自然じゃないですか。今回は気持ちまつげが少ないかもみたいなところにつけてみて、こういう仕上がりになっています。思ったのは、今回店頭に並んでる中で多分一番ナチュラルなものを選んだんですよ。あまり束になっていなくてファサッとなってるものをつけたので、長さが11ミリであってもマスカラをしっかり塗ったような仕上がりになりました。だから本当に自然に仕上げたい方はこれおすすめだし、逆に韓国アイドルみたいな感じのパッチリした目元を作りたいっていう方は、あの束のやつを思い切って使ってみた方が多分変化が出ると思います。もう本当に、あ、もうフルでつけるよりだいぶ自然になるので、ちょっとまあ練習したりして使うのありだし、毎日できなくてもデートの時だけこういうの使ったりとかは結構ね、印象が変わるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、次がこちら K パレットリップシュガースクラブのモイスト A っていう4番ミモザ限定ですね。あのリップスクラブでいうとキャンメイクとレブロンが人気だと思うんですけど、どちらかというとレブロン寄りの仕様になっています。少しねお花の、まあ、ミモザの香りがついています。ちょっと使っていきますね。スクラブが出てきました。なんか私的にキャンメイクとレブロンだとレブロンの方がスクラブ感が強い、キャンメイクの方がスクラブ感がナチュラルなんですけど、これはですね結構ですね、スクラブ感がしっかりめに分かります。ちょっと次のリップを塗りたいので一回こう拭き取っちゃうんですけど、本来は拭き取らずにこのまま過ごせるっていうものです。しかもなんかスクラブの粒がいっぱい入ってて細かいっていう感じです。だから結構やっぱレブロン寄りの仕様なのかなっていう感じがしますね。で今レブロンの塗ってみて比べたんですけど、レブロンの方が粒が少なくてちょっとマイルドな感じ、でも粒自体はしっかりしてるのでスクラブの効果としてはちゃんと感じるようなイメージで、ワンデタトゥーの方が粒もしっかり感じるし、粒がたくさん細かくいっぱい入ってる、よりこうハードにスクラブを感じるような使用感でした。レブロンでもし物足りないっていう方がいたらこれ使ってみるのもいいと思います。結構ねしっかり角質ケアができそうな感じです。それではちょっとパケに一目惚れしたこのジューシーのリップも使っていきます。これはねイエベハルって書いてあったやつだったかな、確か。こんな感じでマットなんですけど結構しっとりしてますね。ちょっとオレンジっぽさのあるベージュ、ちょっとブラウンの色をしています。マットだけどかなりしっとりしてるかな。で香りはちょっと甘いチョコっぽい香りがしっかりついてます。では塗ってみますね。あのイントゥーユーのマットリップ、ドロリップとかとちょっと使用感近いかもです。あ、色も可愛い。なんかアディクションとかみたいなリキッドっていう感じじゃないので、ふわふわマットっていう感じかな。こんな感じです。色めちゃくちゃ可愛いし、結構ですねヌーディーでした。なんかここで見るよりもヌーディーな感じの発色になったように思います。全然パサつきなくて個人的には好きなマットリップです。
オフするとこんな感じでやや写りはあるんですけど、まあやっぱりマットだからベタっとはしないし、全然こちらも色が残るので色持ちもね良さそうですね。ちょっと後からも塗るんですけど単品で、このさっき買ったリカフロッシュも合いそう、上に重ねたら。ちょっと使ってみます。ドンピシャ、似てる色だった。え、最高にちょっと可愛いんじゃないですかこれ。こんな感じ。え、この色も可愛いですね。ちょっとリカフロッシュ合わせて使うのがめっちゃいい感じ。っていう風にベースっぽくちょっとこうツヤを後から足すための前段階のリップとして使うのも、このジューシーはめちゃくちゃいいです。ちょっとリカフロッシュ単体で塗ってみます。バーグッドのカラーこんな感じです。これはマットではなくちょっとツヤ感があります。で、ブラウンなんだけど、オレンジブラウンとかじゃなくってちょっとだけピンクニュアンスを感じるブラウンです。塗ってみるとこんな感じです。で、なんかヌーディーなんだけどでも深みもあるっていう、言い表せないような絶妙カラーになっていて、で、ブラウンっぽさがあるんだけどちょっとピンクローズっぽい感じが本当にちょっとだけ混じってるようなカラーに思います。基本パッと見で思うのはブラウンリップで、割と私とかだとちょっと濃い色だなと思うんですけど、でもね肌に馴染むから濃すぎないんですよね。めっちゃ絶妙カラーで、これすごく好きです。この2つをちょっと組み合わせるのめっちゃ可愛かったので、なんか別のメイクでもやってみたいなと思います。ちなみにリカフロッシュはちょっとこれつけるとこんな感じでやや映るし、ツヤっぽいリップなので若干そのツヤは落ち着くんですけど、オフすると。ただなんかしっとりはすごくしているので乾燥もしにくいティントになってます。はい、ということで本日はロフトの購入品紹介ということで動画を撮ってみました。やっぱりですね、定期的に行くと新しい商品が発見あったりとか、ついね買いすぎてしまうんですけれども、とっても楽しかったです。皆さんもお近くにロフトあればぜひ行ってみてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。